なんだよこれ。俺の知ってる秋葉原駅じゃねえぞ。舞台は現代の日本、秋葉原。それは様々な妄想が渦巻く街。そしてある日を境に、秋葉原は無数の妄想に侵食される。繰り返される日曜日に囚われた今を生きる7人の若者たち。やがて秋葉原にあふれかえる噂、それはピンク色のマントの男。あなたの妄想、受け負います。約束をさせてください。俺が終わらせる。正義の味方にでなったつもりかしら。なんで何も言ってくれないの。いつまでも夢見てらんねえんだよ。言葉にできずに傷つく人だっているんだよ。勝手に忘れるんじゃない。嘘ですよね。みんなはどこへ行ったんだよ。朝日、繰り返し続ける今日に、やっぱり私は大切なことから目をそらしていた。今までありがとう。秋葉原で繰り広げられる本格アクション RPG、 秋葉ズビート。世界に響く僕らのリアル。 PS4、 PS ビータ専用ソフト、秋葉ズビート、2016年秋発売予定。これ以上ピンクマントの男に関わるな。